今回はフィルムスキャナーのレビューをしたいと思います。フィルムスキャナーの方式には2種類あって、高精度な CCD 方式と安価な固定焦点方式があります。 CCD 方式はフィルムを高画質で読み込めますが、読み込みにかなりの時間が必要です。固定焦点方式は読み込みは早いですが、画質調整は自分の力で行う必要があります。私の場合、手持ちのフィルムが300本以上ありましたので、固定焦点方式を採用しました。この映像はネガシート1枚、写真6枚を読み込むスピードを測っています。フィルムが反っていたり丸まっていたりするとさらに手間がかかります。写真の読み取り位置を合わせるのは手動なので、位置合わせが少々めんどくさいです。だいたい30秒弱で1シートの読み込みが終了しました。これは約50年前のフィルムを読み込んだ画像です。黄色のにじみはフィルムが変色してしまった部分です。フォトスケープ X を使用すると無料でホコリ、汚れの除去ができます。スポット修復ブラシを使用すると、周りの画像に合わせて自動で修復してくれます。調整を選択すると、自動的にカラー、レベル、コントラストも修正できます。もう少し丁寧に調整する必要があると思いますが、簡単に良い感じの写真に修正ができます。